いっこさん、収益化ついに達成しましたね。おめでとうございます。いや、感動です。私もね、初めて収益化した時のことを思い出しますし、まあ、私速稼塾運営してきて、私をきっかけに YouTube を始めてくださる方、もしくは YouTube やってたんだけども速稼塾に入ることで YouTube をね、もうちょっとやってみようかなっていう方で、何よりも YouTube をやってる人同士が個別メッセージでつながり合ってですね、まあ、自分の世界をすごく広げてくれた、その一つの、まあ、評価というかね、結果として収益化もあるよってことで、収益の金額じゃなくて、なんかついに自分のなんかやったことが認められたぞっていうふうに思いますよね。この世界で一番大きな動画サイト、もう他に変わるところがないぐらいの超有料企業 YouTube、 こことですね、パートナーシップを組まさせていただけるってとっても感動ですよね。まあ、会社を辞めた方とか、会社を倒産した方とかね、自分のお店が今営業自粛になっている方、全然寂しくないですよ、うん、むしろね、これをきっかけだと思って YouTube に飛び込んでみてください。今日からあなたの職場は YouTube。 心強いじゃないですか。世界一の企業、どんな会社も叶わないですよ。まあなんてね、大きなこと言っちゃいましたけども、YouTube でね、自分の表現してみるってことってとっても素晴らしいことだと思うんですよ。で、このね、いっこさんの動画を見させていただいて、私もね、アイドルいっこさんみたいな名前つけてますけども、いや本当にね、あの可愛らしいお顔立ちと喋り方で、いやとってもね、好きですね。まあ、こういう方にどんどん収益化してほしいなと思いますし、まあ、こういう方じゃなくても皆さんね、収益化をどんどん目指してほしいと思いますということで、変な動画になりましたけども、いっこさん1000人達成おめでとうございます。そして収益化も認められて本当に良かったですね。これから新しい角度でやっていけると思うんですよ。まあ、お仕事もね、一旦この前退職されたということもありますし、いろんな節目がこの春には来ましたよね。それでは体に気をつけて、これからも頑張ってください。それでは失礼します。